あれなんですよ、あのなんていうんだっけ、生写真、新しい生写真が販売されるされまして、販売っていうのかな、なんか発表されたんですよ、写真が出たんですね、世に。ごめんなさい。それでそれをね、皆さん見てくれましたか。なんかあの写真は実はあれ私服なんですよ。そうそう、で普通に私服で持ってきてって言われて、私は初めてなんですよね、私服でああいう写真を撮るのは。あ、生写真サイン会の生写真と今回のだったんですけど、そうなんですよ。でね、2個くらい持ってって、スタイリストさんにどっちがいいですかって聞いたんですけど、カラーワンピースっていうテーマよね、なんかカラーワンピースともう1個デニムだったんですけど、私はワンピースじゃない方が選ばれたんでデニムです。でなんかあんまいないですよね、ほとんどみんなワンピース。やん、そうそう、誰だったかな、デニム着てる人、リミカとかデニムだった気がするけど、あれカラーワンピースって書いてあったの、恥ずかしい、恥ずかしい。誰がデニムだったかな、逆にね。そうだったんだ、みんなワンピースの方が多いのかな。さなちゃんもデニムじゃん、かわいい。さなちゃんバーチャル背景の時は、あ、バーチャル背景は別です、あれなんか撮影っていうか撮りなんで。カニャン違うなと思った、そういうことね。そうよ、やだな、ちょっとカッコでデニムって書いといてほしいななんか待ってなかった人みたいじゃん。デニムめっちゃ難しかったの、すごい頑張って探したのに。おこですね、これは。あ、上島天帝もデニムじゃん。あんまね、人の見ないんですよ、生写真。なんか悲しくなっちゃうから。かわいい、なんかみんな漏れてるみんな漏れてるじゃん、かわいいね。あ、はるちゃん、はるちゃんなーに、はるちゃん、はるちゃんなーに、あの子すごい髪の毛可愛くなってるじゃないのよ、はるちゃん、はるちゃんなーに。これちょっとはるちゃんのやつを見てください、めちゃめちゃ可愛いんだけど、かわいい、ガキンチョかわいい、かわいい、 かわいい。いやいやいや、かわいいですよ、めっちゃかわいいんですけど。え、やば、かわいすぎるんだけど。佐藤久さん、ハート100個ありがとうございます。超かわいいんだけど、ちょっとかわいい、見ました、みんな、はるちゃん、なんかはるちゃん三つ編みしてるんだけど、めっちゃかわいいんだけど、この子かわいいな、ピースなんかしちゃってかわいい、やばすぎる、かわいすぎるよ、こんなのやばい、完全にこれやばいです。めっちゃかわいい、はるちゃん、キュンキュン。かわいいな、めっちゃいいね、かわいい、はるちゃん、おなあちゃんもかわいいだって、ありがとう優しいね。レオくん元さんもハート100個ありがとうございます。本当にかわいいんだけど、はるちゃん会いたい。はるちゃんなんかいろいろ会わないんですよね、あんまり時間が噛み合ってないのかわかんないんですけど、あんま会う機会なくて。みんなかわいいな、はるちゃん見た、若い子向けの雑誌のモデルみたい、確かにめっちゃかわいい、小学生みたいな顔してた本当にかわいい、かわいいね、本当にありがとうございます。あれね、あの後気づいたんですけど、私あの握手会あったじゃないですか、お家で握手会みたいな動画、あの時と同じ服着てたんです、ちょっと恥ずかしくないどんだけ気に入ってたんだろうって感じ、怖っ、見切っちゃった。
ね、めっちゃ面白い。竹本くるみ先生の懐かしいこの服かわいいよね。かわいいなみんな。いやいいですわね。いおりちゃんかわいい。いおりちゃんめっちゃかわいい。天使のような微笑み浮かべてらっしゃるわ。え、本当にいおりちゃんって本当にお顔かわいいんだけど。やばすぎ。猫キャットさんハート100個ありがとうございます。なんかさ、かわいいよね、いおりって。ほんとにかわいい。かわいいです、とっても。はあ、ね。あ、お母さんもかわいい。もう全員かわいい。最高よ。最高よ、ほんとに。やっほーって。やっほー。ほんとにね、でもなんか、お化粧もねしていただいたんですよ。そうなんです、お化粧していただいて、ちょっとね、私のいつもするお化粧と全然違うんですけど、なんかいいですよね、そういうのも。ナチュラルでした、すごく。伊藤ごまさんハート100個ありがとうございます。ね、あとそうなんですよね、お化粧もしていただいて、なんかタコが来たぞ。タコさん、ビーバップさんだった。ありがとうございます。タコタコタコ、なんだっけ、何の話だったっけ。あ、そうそうそう、あの化粧もしていただいて、この時は髪の毛それだったんですけど、あの他のやつ、あのストリートカラフルだっけのやつは髪の毛もやっていただいて、結構初めてが多かった現場でしたね、本当に。嬉しいです、楽しかったですね。そうなんですよ、いつもでも前髪がチカチカに固めて写真撮るんですけど、あの日は前髪固めてなくて、髪の毛も耳かけただけだったんですけど、もうすっごい不安で、髪の頭を振ったら前髪崩れるかもしれないと思ってめっちゃ不安だったんですけど、でもなんか良さげなものを選んでもらいました。本当にありがたや。なんかこう少しずつなんかいろいろ変わったりしてるんですけど、なんかね、楽しみたいと思います。髪の毛、あの前髪を髪の毛隠すだけなんですよ今。だからすごい前髪長いんです今ちょっと。嫌ですね。今回の撮影で他に楽しかったことは、今回の撮影はちょっと秘密です。なんか出たら言いますね。秘密あったんですけど、ちょっと今は秘密ですね。ハート100個大阪のターザンさん、ありがとうございます。イヤリングも可愛いのつけてるね。イヤリングはなんか持ってきてくださいって言われたんですよ。それで持ってったんですけど、なんかつけていいのか分かんなくて、で何も持ってかないでそのブースに行ったら、石尾さんが貸してくださいました。あれ可愛いですよね、垂れ下がってて。楽しみにしてるね、楽しみにしててください。そう、貸してくださったんですけど、あれすごい可愛くて、ああいうの私結構好きなんですよね。こんばんは、こんばんは。いやー、すごい似合ってたよ、本当にありがとうございます。嬉しいな。そう、なんかこれからもねあるかもしんないので、私服のやつお楽しみにしててください。
とさ、個人的にはアイリがすごい可愛いの。私アイリのショートカットめっちゃ好きなんですよ。アイリショートカット似合うなと思って。あと足がすごい細い、可愛い。でもなんか大人っぽく見えません？アイリショートカットだと。でも前の時みたいな赤ちゃんみたいな顔もすごい好きなんですけど、でもいいですね。だるまやっこ大阪のお母さんありがとうございます。そう、前は髪の毛が長い時はちょっと赤ちゃんみたいな顔だったんですけど、最近はなんか大人っぽくなってて、顔がね大人っぽく見えるんですよ。いいと思う。なんかいっぱい来てる。なんだろうこれ、モテよ。では熊本さんありがとうございます。すごい王冠だ、ありがとうございます。あ、なんか音符もあったみたい。音符難しい、これなんて読むのか分からないけど、 MSN さんありがとうございます。音符たくさん。愛知顔強い、顔強いって私難しくてちょっと意味が分かんないの。可愛いってことなのかな。可愛い。でも愛、大人っぽくてさ可愛いんですよね。ほんと可愛いなって感じ。片耳が気に合う、可愛い。でもなんか緊張したと思う、多分髪の毛切った時。写真見てきた、清楚な感じ好き。これは愛理がかな、可愛いよね。わかるんぼー、何可愛いね。わかります、わかります。新劇場ぐるっと見てきたぜ。おお、外側ですか。楽しみにしててください。なんか壁に貼ってありましたよね、 HKT48 劇場って。すごいなと思って。なんだギャーって、ギャー受ける。で岡本さん、ピーバック隊長さん、ギャーありがとうございます。ネゴキャットさん、音符ありがとうございます。佐藤久保さん、かわいい2個ありがとうございます。なんか今日すごい文字のやつ多いですね。文字のやつ面白い、ギャーとか。ギャー、これ夏だからかな。怖い話とかのやつなんでしょうか。私怖い話してないよ。何、後ろ見て、後ろ見て、後ろ何もないよ。脅かす系が多いね。夏だからかな。うん、夏いね。おお、すごい。ピーバックさん、レオ熊本さん、後ろ見てありがとうございます。で大阪のターンさん、夏いね10個ありがとうございます。後ろ見ては怖いね。後ろ見て怖いよ。めっちゃなんもないしな、しかも。そう、私見えてるんだよ自分の画面で後ろ。へんへん、だって夏やもん。夏といえば階段か。あんま話したことないかもしれない、階段って。うん、あのお化け屋敷も歩くやつ苦手なんですよ。だからあの乗ってるやつはねいいんですけど、目つぶってりゃこうやってしてれば終わるから。でも歩くやつはあの自分で何があっても歩かなきゃいけないし、なんかここできそうだなみたいなやつあるじゃないですか。だからあれが怖くてできないんですよね。そうなんですよ。最近読んでる本は結構いろいろあれですね。最近はあのふんたらふんたらは知っているっていうやつ読んでますね。探偵チームカッツ事件ノートってやつなんですけど、あの青いとリブンゴなんですけど、めっちゃ面白くて、私小学校の時から全部読んでますね最近も。あ、7日間になりました、やった7日。7日です。1週間終わり終わり、ありがとうございました、やったね。すごい、あと3日だよ、10日まで、目標まであと3日、頑張ります。じゃあランキングを読みますね。13位ヒロさんありがとうございます。12位佐藤久夫さんありがとうございます。11位レオ熊本さんありがとうございます。10位トニー海さんありがとうございます。
9位ラビさん、ありがとうございます。8位オカモさん、ありがとうございます。なんか書いてあるぞ。夢の国に連れてってほしかったです。ウケる。2人でじゃあ行ってきますね、代わりに。7位ダユーさん、ありがとうございます。6位コアラさん、ありがとうございます。5位ニシプーさん、ありがとうございます。4位伊藤ごまさん、ありがとうございます。3位猫キャットさん、ありがとうございます。2位ヨシボーさん、ありがとうございます。1位は大阪のターさんです。ターさんさんです。ありがとうございます。ありがとう、皆さん、皆さんありがとうございます。あー、なんかあれ、まだレオカモトさん、ろうそく、これも怖いやつのろうそくなの。やね、夏は怖いものがいっぱいだわ。ありがとうございました。昨日からターさんさんになった。あの、今田さんがターさんさんって言ってていいなと思ってそう呼んでます。真似です。ありがとうございます。じゃあ皆さんありがとうございました。怖いやつ流行ってくさ、流行ってるね。じゃあみんなバイバーイ、ありがとう。